できたら唐揚げ見て、もういい頃だはず。はい、分かってる。みちこさん、はい、配達の分できたね。できてます。じゃあ配達行ってくるかな。うん、気をつけてよ。はいはい。こんにちは。はい。おいしそう。タクライスサービスしといたからよ。ありがとうございます。車の調子はどんなですか。おかげさまで。また乱暴に乗ってるでしょう。軽く見ときます。今度でいいよ。さあ食べれよ。おい、飯飯。はい。おいしいな。おいしい。坊や、いい。早く食べると昼の仕事ですよ。ごめんね、会長の話がよ、デイジ長くてからさ。いやいや、お願いします。はい、おめでとう。どうもね。いつもありがとう。どうもね。おはようございます。
何やってるのか。別に。弁償するお金があるならやれよ。売り。いいよ。だけどさ、裏の住民からうるさいってクレームが来ててね。え？学校内でのバンドの練習は禁止だからね。だよね、裏番とかやってんのに。あっちは全国大会も出てるさ。やめれば。あの二人とやってたって見込みないよ。唐揚げ弁当ゲットよし、早く行かないとタコライスも売り切れるよ。ダッシュ。どうしたの？こんな場所が自由に使えたらいいのにね。屋根もあるし、電源もあるし。何に使いたいって？いえ。ええ、何か言えよ。どうせ空いてるし、いいよ。感じるわよ。文句言わんで、せっかくいいって言ってくれたんだし。ええ、好きなだけ使えよ。はい。
っちは朝早くから寮に出てるんだよ。ああ、すいません。俺がいいって言ったもんだ。頼むよ。すいません。ウリ、見てみ。やっぱりダメか。すみません。すみませんね、もう毎年来ていただいて。いえ、目にしくらいは顔見てやらないと。昔のまんまさ、なんか触れんくてよ。はい、お茶入れてくるからゆっくりしてってよ。ああ、お構いなく。おば、元気？元気さ。元気よ。どうする？どうしようもないんじゃないか。結構イケてきたとこだったのによ。まあどうせ暇つぶしさ。なんか別のことでもやるか。別のことって何？ええ、なんか言え。釣り。じゃあ豚肉10キロ配達しておくからよ。よろしく。いや、どうも。場所見つかったのか？見つかってたらこんなとこにいないさ。困ってるなら一緒に探してやるよ。もういいよ、時間の無駄。本当にやりたいなら諦めるな。分かってないな、おっさん。スタジオもない、カラオケボックスもない、音出して文句言われない場所他にある？うちらだってさ、お金とか力があったら何とかするよ。でもそんなものないし、大人がこんな何もない町にしたくせに偉そうなこと言わないでくれる？花が咲き、出会いや別れ
別の道選んでも変わらないよ僕らは。辛い時には共に見た夕日を思い出してくれ。俺ここ出たら東京行く。光はどうする？お前の夢何か？1 2 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 1
伝えして。はい。ちょっと待ってね。こちら食べていい？はい。おかしいな。形的にも変ですよね。デージョンのカフェだね。大体大まかにやってます。やってないかな。とっても大まかすぎます。短いじゃなくて。短いじゃなくて。やっぱあそこが一番だよね。全部よね。あ、マジだ。お腹すい。はい、どうぞ。あれ何やってるの？何してるの？この土地使い道ないかって言ってたよな。だから何？スタジオ作る。え？スタジオって？ああ、この釜切れないな。待ってよ、スタジオ作るってなんで？いるんだろ、スタジオ。そう、そうやって三角乗って。一体いくらかかるの？お金はどうするわけ？信用金庫に頼んでやる。全額は無理だけど、材料費くらいなら貸してくれるそうだからよ。材料だけあったって。作業は一人でやる。そうや。これ来たよな。店の仕事はどうする気？ちゃんとやる。もう決めた。音楽なんてやったこともないくせに。あかり、お布団敷くよ。はい。何怒ってるのか。相談もしないで勝手に決めるからよ。今報告しただろ。そういえば昨日スタジオいるって言われてたよね。ああ、スタジオ？なんでよ。さ、スタジオ作ってお前たちから金取ろうって魂胆だろ。こんな田舎でスタジオ作ったって儲かるわけないさ。じゃあバカだ。なんでうちらの話に入ってんの？関係ないさ。ノーリアクションね。値段だけどさ、もうちょっと安くできんか？無理だね。ギリギリだのに。そこをなんとか。ああ、明日には届けるから。それが融資やっぱり難しいみたいなんですよ。え、今そろな。いや、お宅はこの建物の分の返済もまだ残ってますからね。そうか、分かった。なんとかなるだろう。すいません。
くん。うん。あやどうする。え？うん。行こう行こう。たくさんのまとも持ってないよ。飲んで。はい、分かった。飲んでちょうだい。あゆや、遊んでるんだったら店手伝ってちょうだい。手伝うほどの店かよ。何言ってるか、この店のおかげであんた食べてるんだよ。まったく、あの男にそっくりになってきたさ。ゆうやくん、早くお金儲けしてお母さん楽にしてあげるよ。何か？ちゃんと立つの？スタジオなんか。東京で工務店に勤めてたからな。っていうか、一人でできるの？できる。無理でしょ。簡単に無理なんて言うな。大変そうだから手伝おうと思って来たのにさ。大変そうだから。やっぱり一言か。誰も頼んでないさ、スタジオ作ってって。ええ、だったら来るな。そこから絶対中に入るな。到着。ね。はい、おりょ。どういうこと？何が？お母さんからお金借りたんだって？ああ、信用金庫の方がダメだから。お
私はいいよ。わからない。どうしてそこまでするの？他人のために。他人だからさ。昔はお金なんか払わなくてもいろんな人がいろんなことを教えてくれた。そういう場所もいっぱいあった。うちも貧乏だったけどいろんな人が助けてくれた。今の若い連中にはそれがないわけよ。そういうの放ってきたくないんだよ。何かしないと。わかるよ、そういう世の中に放り出すことになる気がしてさ。変かな。手伝わせて。よろしくお願いします。ちょっと大きいけど我慢してよ。くさ。ええ、ちゃんと洗ってるさ。何やればいい？お前ら肉体労働したことあるのか？バカにすんな。これくらい。これぐらいってどれぐらいよ。これくらいさ。あそこのコテ持ってきてくれ。はい、よし行くよ。そんな格好でできるのか。ありがとう。ネクタイぐらい外せよ。あとでセメントミキサーにかけてもらうよ。あの子たち、ご飯くらい食べさせてあげないとね。
左下げすぎ、もっと上、今度上げすぎ。母さん何回言えば分かるば。違う。いいだろそんなもんで。え、デイジー適当だな。もしかして完成ってこと？もしかしなくてもそうさ。やったみんな、俺のためにここまで。あんたじゃない。ニーニー、何か一言。あ？俺か？そうだな。あれだな。お前らのスタジオだ。スタジオのオーナーとして言っとくことがある。このスタジオと機材自由に使っていい。お金はいらない。え、それってただってこと？そうさ。マジで？すげえ。ただし条件がある。何？ここは不良のたまり場ではない。音楽だけできればいいんではなく、なんていうか人としての姿勢、それから秩序、あと礼儀を大事にしろ。どうした？なんか了解。返事ははいだろ。今日から弁当屋の方に身入れてね。ああ歯切れ悪くない？ほら、あかり来い。はい、はい、うん、話をそらすとき、あかりを使う。なんかよ、あいつらのこと見てられなくてよ。所詮は人様の子だよ。などわかってる。分かってるのかな。よし、急げ、行くよ。あやも早く。どれみーに行けばいいんだよ。レコルになった改造だもん。おい、何？なんか今の挨拶は。挨拶ってのは、おはようございます、またはこんにちはだろ。こんにちは。こんにちは。よし。どっちが先にやったのか。もういいさ、こんなんと話したって。ええ、
話し合えばきっと解決する。仲直りするのに返さんからな。おい、お前らも黙ってみたいで何か言え。どんなしたらいいと思うか、意見があるもの。俺たちなんか傍観者のつもりか。仲間だろ、一緒に考えれ。何、証拠は上がってる。何のことよ。うるれ、うるれ、見れ、ほら。俺これ捨てたのに。音楽だけやっていいと言ってな、赤点なんか絶対許さんからな。では取材を始めましょうね。どうぞ。お弁当屋さんがなんでか音楽スタジオを建てたということで地元の話題になってるわけですが、どういった動機でこのスタジオを作ったんですか？それは若者たちがですね、その自由に音楽ができる場所がなくて困ってるのを見て、まあ、どうせ使ってない土地がありましたからね。それにしても資材を投げ売ってまで、いやなかなかできることじゃないですよね。いやそんなあれじゃないんです。いやすごいですね。どうぞ。みんなプロを目指してるんですか？いやそれはどうでもいいんです。人として社会に出てって普通に社会人としてやっていける基本を学ぶところなんです。文句あるか、早く出ていけ。お前たちがやったー、なんか下手くそにいろいろ怒られていけばいいだろ。こら何やってる。お客がいんのにみっともないだろ。これたちよ、時間だのに練習終わらんわけ。いやちょっとぐらいいいだろ。いや今いいところばよ。あっが秩序と礼儀、時間を守って譲り合う、言ったよな俺。誰も優先なんかないからな、ここは。そんなこともわからんのったら出てけ。うっさいな、いちいち口出しして。口出して何が悪い。いくらでも出すぞ。まあ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 、若者のことですから。甘やかしてはダメです。すいません。えっす。ワイもさっきやった X と一緒だけだよ、うん、3分だろ、うん、0足す5と1足すうんうん、で、こっちで顔変えてみ。3だから結構あれ。はい、できた。うれー、もういいか。その問題集終わったら返すよ。ああ、でもしょうがないさ、頭悪いんだのに。努力もしないでそんなこと言うな。はい、次やるよ、次。お前もやるば。やるさ、当たり前。次は、こっちの原点と対照的な点の座標を求める。待て待て待て、原点って何か。さっき教えてやし。どれよ、どれよ。これさ、真ん中って言え。あん、どうしたの、ニコニコして。ニーニーってさ、前からあんなだったの？え、ああそうだね。あんなに何かに必死になるのは初めてかな。何？なんかさ、ニーニーってお父さんみたい。え？うちのお父さんなんか仕事仕事で全然家帰ってこないし、会員のところは飲んでばっかりだし、ここに来るとホッとするさ。きっとみんなもそう。でっかい家族みたい。私あんないっぱい子供産んだ覚えないんだけどね。結婚式だってやってないんだから私たち。え？マジ？忙しい中で結婚して式を挙げる余裕がなかったの。ひどい、ありえん。あ、なんか？ありえん。あ？
なんかいい感じじゃないか。ダメだ。え？なんかスカスカしてる。グッとこない。キヨシはどう思う？こいつにわかるかよ。ライブやって満員にするんでしょ。遊びじゃないよ。満員にしてどうする気か。どうするって、評判になって東京からスカウトが来たりして。プロになる気か。夢はあった方がよくない？プロになるなんて並大抵のことじゃないぞ。ニーニーは知ってるのか？ミュージシャン目指したことないくせに。俺は知らん。でも友達がいたわけよ、プロ目指してた。その人どうなったの？死んだ。なんで死んだのかな、その人。俺たちビビらしてるだけじゃないか。まあプロになるってのはやめときますか。ゆうやがいれば。え？あのギターが入れば。え、何言ってる？うん、あいつがいればうちらのバンドも。え、せっかくチームワーク取れてきたのにあんなやつ入れる必要ないよ。どうも。それでは。キヨシ。え？あ。それでは聞いてください。あれでプロ目指してよく行ったな。
今度はうまくやるよ。歌ってのはよくわからんがここだろ。音出しゃいってもんじゃないだろ。ゆうや、お遊びだな。いや待てよ。ちょっとやめて。やめてって。最初だからうまくいかないのは当たりました。いやうまくやらせたいってのは俺の見栄だったさ。ごめん。そんなこといいから早く。え、バカにすんな。俺は勉強もできないしモテないし貧乏だしこれしかないわよ。ロックしかマジなわけよ。それバカにすんな。だったらもっと大事にしろよ。もういい、やめる。いい、プロを目指してるわよ。お前みたいに逃げてるやつとは違うわけよ。私もプロ目指したい。難しいのは分かってる。でもどこまでいけるか試してみたい。私夢なんて見たことなかった。でもニーニーがあのスタジオ作ってくれたから私ダメになって。人のことをダメなんて言うな。してますか、親子。あ、お前が来てますよ。大変よ。こんないい子いないよ。いらっしゃい。初めての方ね。ビール？え、ウーロン茶ください。あ、はい。
のようで。学校の先生？違うよ。違います。飲みに来て悪いか。よそで飲めよ。っていうかウーロン茶飲みに来たのか。ゆうやお客さんにすいませんね。お前なんでバンド辞めた。ほっとけ。音楽辞めて他にやることあるのか。どけよさ。ほんとよ、ほっといてください。音楽辞めてよかったさ。どうせ才能なんかないし何の取り柄もない人間は生まれたこの町でおとなしく暮らしていくのがいいわけさ。息子の音楽聞いたことありますか。え、聞いたこともないくせになんでそんなこと言うのか。自分の子供の可能性を信じてやるのが親の務めだろ。あいや、ご立派なこと言うな。思ったことを言っただけさ。文句あるか。うるせえんだよどいつもこいつも。嘘か、俺の車だ。気持ちぶつける相手が違うだろう。うるせえんだよ。逃げても何も始まらないぞ。まず挨拶だからな。こんにちは。何しに来たのか。お前らのことバカにして悪かった。本当は羨ましかっただけさ。一緒にやらせてくれ。どうする？お前らが決めろ。やろう、一緒に。ま、そこまで言うなら入れてやるか。ただし俺たちプロ目指してるからよ。そこんとこ分かってるか。当たり前だ。ちょうどよかった。じゃーん、バンドの名前考えたってば。はい、ハイドランジア、アジサイって意味。 Y を愛にしてるとことかかっこよくない。ふん、まあいいんじゃないか。よし、やろう。キヨシ、それユウヤに聞こえるように動かして。
遅いね。これ、市場でやってたやつのイントロなんだけど、みんなは こんな感じで E を4回弾いて、そこに俺がリフを当てるから、あと、もうちょっとテンポアップ。おう、テンポ、こんぐらい？じゃあ、やるか。うん。ベースは音楽の温度や質感を大きく左右する極めて重要な楽器だったんですね。本日はとってもいい話をありがとうございました。ミシンのお二人でした。ありがとうございま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 す。どうぞ前で手振ってあげてください。ありがとうございます。数はハロー好き 86.8 メガヘルツ。これお願いします。一回でいいんでラジオで流してもらえませんか。お預かりして検討しましょうね。はっ、これつまらないもんですが。あ、いや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 、困るんですよね、こういうことされても。すいません。いやいや、うちの庭で採れたもんで、すいませんが、ね、申し訳ないですが、よろしく、本当によろしくお願いします。いや、弁当売ったことあるけど、バンドは売ったことないからな。どうも売り方がさっぱりやから、みんなに言うなよ、お前らは練習だけしろ。どんなか。うん、まあ悪くはないんじゃないか。最近はどんな活動してる。やっと単独でライブができるようになったところ。うーん、実力はつけてきてると思うわけよ。あとはチャンスあれば、あいつらプロ目指してるからさ。相手せるほどいるからな。分かってる。だけどよ、夢持たせてやりたいわけ。それにあいつらが先に立てば、他の若い連中にも希望を持たせてやれる。そうだな。よし、じゃあ視聴者参加のコーナーに出られるように推薦しとくさ。あ、いや、それはありがたいんだが、できればアーティストとして扱ってやってもらえないかな。音楽番組のゲストとか。そんなこと言われてもよ、何の実績もないし、レコード会社とか事務所とかの後ろ盾もないのに、彼らだけ。頼むな。この通り。お前が俺に頭を下げるなんてな、覚えてるか、あれ高校の時さ。セミに乗ってみ。
誰やるか。お前死ねたりさよ。やってみ。俺たちに向かってきたのはお前だけだったよな。ガキだったな、お互い。じゃあ、また何かあったらな。声出せ。お願いします。ごめん。まあこんなことやっても客来ないし無駄かもよ。地道に頑張るしかないよ。ニーニーはどこ行った？俺たちのこと見放したんじゃないか。よろしくお願いします。ライブやります。それでは検査始めていきます。息を大きく吸って息を止めてください。どんなだったの？ああ、全然大したことないみたい。胃潰瘍とか言ってた。そう、よかった。私もしかしたらと思って。心配すんな。それよりあいつらに言っとけよ。ライブやっても全然客来ないし愛想尽かされたわけよ、ニーニーに。文句言ってもしょうがないさ。まあお金にもならないし無理ないか。そんなんじゃない。え？ニーニーは何もないなら黙って作業してれ。なんだば？やるのか？作業ならやってる。僕に指図しないでほしい。入るよ。あの人から電話でこれ聞けって。なんで？誰か出んの？そう。では次の曲行ってみましょう。お、次は地元の高校生のバンドですね。この曲が電波に乗るのは初めてです。ハイドランジアでグロウ。みんなで聞いてみようね。マジかよ。すごくない？
何かが進み出す。お疲れ。どうだった？あれ聞けば分かるだろう。どうしてお前ら、あ、休んでる場合か。よし、もう一丁行くか。おう、行ってこい。島火事ロックフェスティバルから招待状が来た。え、マジ？マジだ。やった。よっしゃ。東京からスカウトもたくさん来るよ。よし、アンコール行ってこい。頑張ってこな。あ、そうだ。明日の午後開けといて。なんでか？結婚式。結婚式って誰の？何か結婚式って。いいでしょ、あの子たちがやってくれるって言うんだから。だけど今さら恥ずかしくできるかよ。みんなが準備してくれてるのに行けないって言える？じゃあ一人で行け。そんなこと言えるわけないでしょ。あいつら余計なこと。あ、そう、もういい。あんたはね、美智子さんにどれだけ苦労かけたか分かっている？分かってる。あら、分かってない。美智子さんがいるからあんたは好き勝手なことをしていられるんだからね。
れだ。やるか、結婚式。お前にも苦労かけたし、だから機嫌直せな。これ何？何でもなかったって嘘だったの？どうなの？精密検査を受けてよ。明日結果が出る。心配かけたくなかったんだよ。旅行民さん、大城ひかるさん。はい、ご案内します。がんが再発しています。再発？検査の結果、前回手術した腎臓の場所に影が見えました。腹膜の影は光さんの経緯から考えると腎臓がんが再発したと考えられます。前に手術したのは3年前ですね。東京で。はい。手術が終わって沖縄に戻ってきたんです。もう大丈夫だと。あとどれぐらいですか？那覇の病院に紹介状を書きましょうね。すぐに入院して治療に専念すれば、少しでも命を長らえることができるでしょう。あなたは勝ってたんじゃないの？いつかこうなるって。だからあの子たちのためにあんな必死に。でももう十分でしょ。あとは自分の体のこと考えて、すぐ那覇の病院に入院して。一番の親友だった。俺みたいな喧嘩ばっかりしてる不良には似合わない。まっすぐで純粋なやつだった。高校出るとやつはミュージシャンになるって言って東京に行った。お前ならきっとなれる。頑張れ。俺はそう言って送り出した。一年が経った。俺は相変わらず地元でフラフラしてた。自分の夢を見つけられないまま。その時あいつから電話がかかってきて、俺もうダメみたいだ、もう諦める、そんな泣きが出てきた。俺はこれくらいでへこたれんだ。もっと頑張れ。出ないと発達するぞ。そう葉っぱをかけて電話を切った。それからしばらくしてだ。あと一歩で夢をつかもうとしていた矢先、あいつはバイクでトラックとぶつかって亡くなって、今ってのはキラキラして美しい、
でも確かに残酷な面もある。けどあいつらは夢を持てたんだ。あいつら夢見たいって言ったんだ。やめとけなんて言えない。俺はあいつらの背中を押してやった。途中で放り出すなんてできない。あの子たちはもう大丈夫。見守ってさえあげれば。いや、もうあいつらの夢が俺の夢ではあるんだ。あいつらをここまで来れば安心だってところまで連れてってやりたいんだよ。分かった。でもまずは病気治して。みんなに言おう。悪いけどしばらくは面倒見れないって。そう言って。これまでありがとう。それでは早速ですが、乾杯の前にニーニーから一言。あれ、もしかして緊張してんの？俺、実はな、バカか、今さら結婚式なんて恥ずかしくてよ。晒し物にしちゃって覚えておくよ。とにかく美智子、これまでありがとうな。こちらこそ。みんな、道子とあかりのことよろしくな。今日はありがとうな。ありがとう。それでは、ゆうや、おめでとう。乾杯。乾杯。病気のことみんなには私から話しておく。あいつら大丈夫かな。ラジオの収録だなんて。約束したはずよ、今は自分の病気のことだけ考えるって。分かってる。あと5分で本番ね。はい。あげ、雨すごいね。そこの国道通行止めってよ。収録が終わっても雨が止むまでここにいていいからね。まあいっか、急ぐこともないし。
どうした？どこ行くの？スタジオが心配さ。入院したのよ、分かってるの？こないだの雨でさえ雨漏りしてたんだよ。この雨じゃ今は体のことだけ考えて。スタジオの機材が濡れたらアイシュラ練習できないだろ。フェスティバル向けて肝心な時に。あーちゃんたちに電話してくるから。あいつらラジオの白くせだ。ダメだ、俺が行くしかない。車のキーはどうすんの？よこせ。頼む。頼む。大丈夫か？こっちは大丈夫。向こうお願い。うん。
場所から旅立つ大人への階段一つ、いろんな思い出が頭の中を回る。君と過ごしたこの校舎、記憶の中忘れぬ描写、涙が溢れ出る。でも目標に向けて卒業。あなたたちどんなってここまで？東の方から回ってきた。そっちに行くっていうトラックがあったから乗せてもらう。そう。はい。ニーニーは？え？俺たちの面倒を見れ。だけど、お前たちはもう大丈夫だ。俺がいなくても。いなくなるなんて言うなよ。心配すんな。俺病気を治す。だからお前らは練習しろ。俺は諦めないから。諦めてたまるか。お前らもな。じゃあ、キー決めようか。とりあえず、E でやってみよう。ワン、ツー、スリー、フォー。ちょうどいいんじゃないか。うん、いいかも。どう？いいね。はい、スタートしてください。今痛み大丈夫ですか？大丈夫です。Thank you.
敗したよ。すまんな。お前ら練習大丈夫か？フェスティバルまで1週間ある。準備はバッチリだからさ。やることやったし、力出し切ってくるよ。ニーニーにも来てほしかったけど。いいなら行くよ。きっとだよ。だって私たちニーニーが見ててくれないと。行くぞ。どうした？ニーニー、本当にいないんだ。さあ、続いてのバンドをご紹介しましょう。ただいま人気急上昇中、アイドランジアです。どうぞ。
ニーニー、最後になんて言おうとしたのかな。バカ野郎、今さらビビってどうすんだ。俺は諦めない。お前らも諦めるな。聞いてもらおうぜ、俺たちの歌。あちこまだやな。はい、ちゃんと手洗ったね。
もしてるよね。赤点取ったら許さないからね。なるほど。なんかあれだね、終わったわ、弁当やかなんか分からなくなったね。ほんとね、変なもん残してくれたさ。あなたの家族なんかどんどん大きくなってるよ。じゃないじゃないじゃない、ちゃんと赤点じゃない。あかり、あんまり食べると夕飯入らなくなるよ。涙が止まらない。